ストッコアだし、ショートな話ですね。結構短めでスパッと終わってね、はい、リアル現場シビー。ちょっとさすがにもう今日今 12、3本目ぐらいですか、これ撮影してるの。はい、もうそろそろちょっと体が熱くなってきたんで、はい、このあたりでですね、怖い話をしていただいて、僕の体をひんやりさせていただきたいんですけど、どうでしょうか。あ、いいですよ。ストッコアだし、ショートな話ですね。結構短めでスパッとこう終わってね、はい、はい、8分超えないんで YouTube で全然お金がたまらないっていうね、 YouTuber らしいことを言ってみましたけれども、はい、はい、ですね、前にちょっとペットにされた女の人みたいな話したと思うんですけど、まあそこで働いてた、そのシェルターで働いてた女の人にまた聞いた話ですね。おう、そのシェルターに来る女の人って、まあ基本的に20歳以上なんですよ。それ以前の子は基本的に入所させてなかったんですけど、多くはやっぱり近親相姦をさせられてて、それが嫌がって逃げてる人が多かったらしいですね。多くは、うん、まあ、一番多いらしいです。だからよく樹海とかで家族のこと思い出せみたいなのはマジ逆豪華で、だから父とか兄とかにやられてる人めっちゃ多いんですよね。うん、だからそれはやっぱりね、みんな直視しなくなるんで、うん、ついついだからすごい常識的な感じで、家族も心配するよとか、家族がいるだけですごいあなたは幸せなんだよって言うけど、全然そんなことないっていうのがあって、それだったらいない方がマシっていう家族もいっぱいいますからね。そう、いっぱいいて、でその人がまあだからシェルターって延々入ってられるわけじゃないんだけど、そのシェルターに入ってきた女の子がまあ20歳そこそこの子で、まあなかなかまあ精神科に通って睡眠薬をもらってくるんだけど、本当に不眠症なんだけど飲まないんですって。ほう、で全部集めてるんですって。で、まあ、ちょっとまあ心配になるじゃないですか。それひょっとしてもう自決用に使っちゃうんじゃないのみたいな感じで。って言ったら違うって言って、まあ、それでも集めてて、でまあ帰らなきゃいけない日になって帰るって、でどうするのって聞いたら、父親の味噌汁に混ぜるって。あ、逆に。うん、こう毎日襲われるから、ありったけの睡眠薬を父親の味噌汁にぶち込めば、さすがの父親も寝ちゃうから侵されずに済むだろうって女の子は言って、それ分かってて帰らなあかんのきついな。で対処してったらしいんですよ。で、まあ、またしばらくしてシェルターに逃げてきて、であれどうだったのって聞いたら、全部父親の味噌汁に水剤バーンってぶち込んだと、父親バーンと全部食べたと、全く関係なく侵されたって。免罪で温めたらあかんのかな。全然そんなことない。めっちゃ強い強い精神力を持っている父親だったのかなと。全然関係なく犯されましたって言ってましたって聞きました。どうにかならないですかね、そういうのね。いや、どうにかすべきだと思いますよ、マジで。親っていうのってめちゃめちゃまあ強いじゃないですか。うん、親というのはちゃんとしているという大前提の法律しかないなっていう気がしますね。ああ、そうそうそう。いや、本当にね、本当にかわいそうだと思いますよ。本当に吹き矢でプッてやってこうコテッ、うん、させた方がいいんじゃないかと思いますからね。なんで神様を殴るのにそっちは急なんですか。いや、神様いないから殴らないから神様も見たがらないけど、お父さんいるからな、お父さんのとこ行って殴っても事態解決しないでしょ、だって。いや、でもまあ本当にそういう人がめちゃいるってことだけはやっぱりみんな覚えておいた方がいいですね。だからやっぱりね、自分の夫が娘に手を出してショックだったっていう人って結構多いんですよ。全然少なくないので、全然そういうことあると思って、毎日思って生きていきましょう。それはそれでしんどいです。こういう話もめちゃめちゃ興味あるな。うん、まだ3つぐらいあります。そんなにあるんですか。うん、きついです。これ、いや、でも多分そのある程度の期間経ったら一回返さないといけないんですかね。まあ多分そうだし、なんか多分帰るんだと思います。まあむずいとか、確かにこれでも自分の親ですもんね。まあそうなんですよ。これもまたむずいな。うん、言ってもなんですよ。で、なんか家族仲自体は悪くないみたいなことも言い出したりするんですよ。そう、うん、だから肌からしたら、例えばそのお父ちゃんとかも、もうそのお父ちゃん本当最低のクズ野郎だって言ったら、でもその娘はそれはちょっとそれでイラッとするんですよ。するするする、むずい。そう、だから本当にね、すんげえ DV されてる人に話聞いてた時に、もう縁切ったらみたいなこと言ったら、いや家族仲はいいんですよって、まあ、家族仲良いのかっていうね、話になるんで、いやいやいや、もうそんなどんどん別に一人暮らししたらいいと思いますよ。そういう意味では、まあ
洗脳もされてるんやろな。まあ洗脳っていうかもう最初からそこだからなかなかってことですよね。うん、外界を知らないわけですから。なんか SNS とかの言い間違いとかでめちゃくちゃわーって叩くぐらいやったらそういうやつ叩いたらいいのね。まあそういう人がなかなか SNS やっててくれてないから。そうも見えるんですね。うん、あとなんかね、セックスに関して言うと求められると必要とされてるみたいな感じの依存になることが多いので。最悪やな。うん、でもまあ少なくはないですよね。少なくない。うん、結構おる。なのでそこら辺、ここに依存しないようにしましょうというね。はい、はい、至って真面目な人コアになりました。リアル現場主義でした。よう電車通るな。